中央にある影の長い岩が、ホボスモノリス。マーツグローバルサーベイヤーが撮影。ホボスモノリスの位置。右側にあるのが、スティックニー、ホボスモノリスは、火星の衛星であるホボスにある岩である。岩の大きさは85メートルから90メートルに達する。モノリスというのは、地質学に見られる特徴の一つであり、一つの岩からなる石を指すので一枚岩とも言われ、地球にも、 ウルルなどが存在する。ホボスモノリスはホボスに別の天体が衝突した時に噴出した岩が由来ではないかと考えられている。スティックニーの付近にあり影が長くよく目立つ。エフレエンパレルモによって発見され NASA 提供の画像によりイアンフレミングなども確認した。しかしイアンフレミングはホボスモノリスが人工物である可能性を視野に入れている。 ホボスモノリスの探査は、プライムというミッションが予定されている。プライムミッションは、オービターとランダーからなり、ホボスの地質を調べるために4つの機器が設計されて、打ち上げられる予定であった。現在では、プライムミッションは、発射日さえ計画されていない。元宇宙飛行士のバズオルドリンは、ホボスモノリスの探査に関心を持っている。ありがとうございます。